はい、こんにちは、こんばんは。あれ？こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。リシデン5 DX ライブ配信始めていこうと思います。今回がもう26回目ですね。1577年、現在九州を攻めております。で、現在の勢力図がご覧の通り、九州約半分攻めてますね。当然島津家との戦いになりますが、今回うまくいけば九州全取りしたいなと思いますが、果たしてどうなるか。大友家も結構追いやってはいますがね。そう、ここなんですね。永田城をまず取り返さないといけない。伊藤家が取ってたんですが、島津家が襲いました。ここから絶対攻めたな、この帯城っていうとこから。なんで帯城も結構気をつけないとな。帯城とかこの大隅高山城なんかも潰しに行かないといけないよね。まあ、ここはでもここからこの辺からしか攻められないからな。帯城は帯城いろんなとこからまあ攻めたり攻められたりするからな。ここからも来られるからな。結構帯城だけじゃダメですね。むしろこっち泉城の方行ってもいいのか。まあそうしたらまた永田城が攻められるか。安定しないですもんね。せっかくここの都の郡城取ってんのに、ここが安定しない。ちょっと攻められちゃいますよね。直轄城ではありますが、住民安定が51か。はい、いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォローリポス、チャットコメントお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&リチャットコメントプリーズ。はい、そして YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。プリーズマイ YouTube チャンネル、アップロード、YouTube チャンネル、This Live Archive My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel チャンネル Subscribe Do and Good Button Please、YouTube 15日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきますか。まずはもういきなりここ永田城を落とすしかないです。怒りに燃えてます。表情の間に行こう。もうどい清義ももう怒りに燃えてますね。このように銃を抱えております。戦国版ブルアカ。
船団発射とか言いそうですね。王人事はいない。まあ主命が病気の荒木平手以外はあれですかね。でも平手さん亡くなるな、このまま行ったら。荒木もやばい、一応出ていこう。ちゃわ、1日になったばっかりか。じゃあまあ亡くなることはないだろう多分。あ、いや分からんな。まあ仮に薬やったとしてもダメっぽいよな。今合戦、もちろんあがた城です。あがた城を攻めます。もう島津家の伊藤家行きましょう。1万4000人か。細川忠興が1500人しか持てないんですよね。ちょっと辛いかも。行きましょう。128門か。一応援軍要請、お前分かってるだろうなというのは冗談。最初だからな、ここで1万支払ってお願いしましょう。さあ援軍も近づいております。あがた城の攻略開始です。騎馬鉄砲、西賀孫一が騎馬鉄砲になってる。さあいつも通りやって、委任は信長以外全部、援軍は誰がいいんかな。まあ、とりあえず佐伯城から呼びますか。加藤清正です。 OK、 じゃあスタート。逃げるか。まあ地上軍の助け来るかもしれませんからね。もしそれが来るようであれば、あんまり減らないな。確実に勢力は減ってるんですが、大手門の耐久度は結構硬い。ガンガン。
これは確かに最初根出しした方がいいかもしれないよな。そういう意味で言えば、もちろんあの援軍が来るんで、そう考えるとモグラ攻めだ。どうだ、まあまあ減ったが三段打ち。二段造営が全滅しました。やっぱり来るよな、当然。あれ、まあ結局島津側が来たって言ってるんだけど、攻めきれないから退却したんだ。よし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 、土井さん側ナンバー2。どうする？帯城に行きま、帯城にまでは行きましょう。攻略の手は緩めません。まあそれなりにいますね。なので援軍要請かな。今度は岡城から姉小路だったか、一応備え配置忘れるな、備え配置。委任、芝以外全部。今43日ですね。先のようには簡単にはいかないし、多分援軍も来ると思う。兵を溶かしていく方針でいきましょう。三段打ち。順調に減っております。相手の兵力はどんだけ持ってるかですね。あ、全部攻めでいくんだ。
三段打ち。いいよ、ここまでは。えぐい、百発百中。まあ当然来るでしょうね、知ってた。根出ししてやるんだ。さあ野戦突入。帯の戦いですが、相手の方が兵士が多いな。大決戦だ。一番ゾノエが軍団長島津義弘自身が出てきましたね。互角の戦いですね。兵数はこちらがやや不利ですが、その分あの兵数を溶かしてやりましょう。まず軍団長、この軍団長が、何をやるか、何をやる、何をやるんだっけ。振り火山ではない、組打ち鉄砲です。はい、これ、全部作れる人は組打ち鉄砲やってもらいます。で、射程の外から攻めるっていうことをやってもらいます。勝つよりもいきます。あ、勝つよりは組打ち鉄砲持ってないんだ。あれ、これってん、あんまりこう良くないな。逆にこの場合は神速かな。いや、攻めるしかない。奮闘で行くよ。溶かしていきます。最下が組打ち鉄砲使えますね。これでいきます。で、相手が食うのを待ちます。まあ、この地形だったら撃破してもいいかもね。一歩進んで待機、あとはみんな待機、みんな待機かな。地形も有利なとこに行きましょう。相手早いな、なんか動きが。とりあえず山に登ります。前に登るのが戦争の基本です。使えるんじゃないの。あ、無理か。まあとりあえず待機。伏兵を狙ってますね。これって
無理なんだ。まあ、とりあえず待機かな。無理なんだな。見えないから分かんないんだ。威風堂々とかも使えるんだ。威風堂々もいい手だな。馬鹿にできない手かもしれないですよ。待機、待機、何が使える？首落ち鉄砲使えるじゃないですか。行きましょう。待機、来た。あ、早いな。まずは早号って言うんだ。あ、なくなってる組打ち鉄砲が。まあでももう構わない。三段打ちしちゃえ。オッケー。まず一個滅ぼしましたね。組打ち鉄砲です。いや、組打ち鉄砲かな。威風堂々と使い、ハイタナだったっけこれって。で、まあ、再度組打ち鉄砲使いましょう。ここはストップ。であと2人は待機。そろそろ現れるんじゃないかな。伏兵が来た、来た。ん、待ってよ、これね、威風堂々使えるんじゃないの。同じ陛下の敵の備えが隣接してませんので。え、どういうこと。ああ、そういうことか。歩兵しか無理なんだ。じゃあもう三段打ち、あ、雨でも使えないのか。これは無理、無理なんだ。あれ、なんで、なんで鉄砲使えないの。雨だからか。ってことはこいつちょっと騎馬突撃をやってみよう。犠牲はちょっとつきものですが、先制で。ここで雨か、つらいな。
意外と苦戦させ合いそう。ちょっとこれ下がります。で奮闘、これってなんで攻められないんだ。え、ここにも奮闘が、ちょっとやばいな流れが。向こう奮闘使いやがった。鍋島、ここは三段打ちです。はい、追撃ができないや。結構きついな。動き出した相手が、ここをこう考えたらちょっと直接もう攻めに行くか。行くしかないや、もうこうなったら。行くぞ、もうこうなったら。三段じゃない、組打ち鉄砲。はまあ悪くはないが、三段打ち先行します。あんまり減らないな、やっぱり強い。やるぞ。あ、刺激だ。刺激やるんだったら、ここで。
さん。組打ち鉄砲じゃない、なんだ、船内病棟、組打ち鉄砲、逃げるか、逃げない、逃がさん、これは いいですね。三段打ち、まあじゃない、百発百中だ。ちょっと待って。いや、三段打ちでいいか。ん？撃てる？撃てない。あ、横からやられた。狙われる。届かないや。船内病棟。早。いいよいいよ。どんどん減らしていきます。やっぱり強いな。あ、ここで攻められますね。百発百中かけてやれ。野戦の時射程と強化し、あ、そうなんだ、これ組打ち鉄砲と
すごい遠いとこから来てる。行くぞ。あ、ダメだ。行けない。逆に。直接攻めるか。何この威圧って、持ち目が下がる？これで全然進めないもんな。やるしかないよな。これで秀吉がどんどん溶かしていきます。あとはこいつだ。三か騎馬突撃。もうこうなったら行くしかない。あ、そう、今2つしかない。じゃあこれだ。早号だ。溶かしていきます。おー、援護が来た。やよし、まず義弘を撃破。でもだいぶ減りましたからね。結構秀吉も1000人ぐらい損失が出てるし、うん、いいと思う。で、備え配置全軍援軍は阿蘇家か。阿蘇家はやめとこう。委任は秀吉が全部。そう、まだ援軍が来てないんですよね。そういや、しかも大手門がまだ残っている。あれ、なんか兵糧が増えてるな。なんでだろう。そんなに減ってないのに。うん、まあとりあえず風林火山。打ちますね。しかし使う時は使う。バリ増後はいらん。さあ姉小路登場。淡木だ。あ、降伏ですね。 OK です。幸福なら問題ない。
ということで帯道を奪取成功ですね。もちろん受託。まあ自分だけど、まあしゃあないや。スピード感が大事か。で、仮に合戦目標を選ぶ場合はどこがいいんだろう。ここも攻めれるんですね。海敷城も泉城も日の江城も。ただ日の江城はちょっと遠い。そこから攻める場合はどっちみち帯城は攻められるけど、行ってみるだけ行ってみるか。無理だと思ってんだろうな。でもここで5200人か。で、委任はいつも通り、ここら辺はで、ちょっと待ってよ。援軍要請。まあ、普通に、ね、いいと思うけどな。いつも通りです。じゃあスタート。多分さっき被害大きかったと思うんで、まあなるべく。でもこのゲームだんだん分かってきたのは、敵兵を削ることだな。削ることで だんだん相手の戦力を落としていくっていうことが大事ってことだな。島津はね、降伏、従属させない、従属支配させない、もう全滅させる。ないな、いい部下がたくさんいるから攻める価値がある。すげえな、百発百中。いや攻めてほしいんだけどな。はい、じゃあ三段打ち、はい、削っていきます。削ればなんか相手もギブアップしそうな感じがするよね。なんか肌感で言うと。行かない。まだ援軍来ないのか。
分以下になってるよ。あ、さすがに引き出したな。じゃあもう あとはみんな多分モグラ攻めとかで力攻めとかで攻めるだけだから耐久性落としていきますね。OK 16,000 になった。三段打ちじゃないや、ちょっと待ってよ。5か。じゃあ船内秒単力攻め、こっちも力攻め、もうちょっとなんだけどな。大手門も、まだだな、まだいける。強襲かな。で、とどめは部下に刺させる。軍技でいいと思います。ギブアップさせま、和議に持ち込みます。次のターンね。ほんとお湯好きだな。え、何？まだ残ってんな。じゃあ三段打ち。モグラ攻めだ。結構減った。40日分か食料今。いいよ。で、もちろんこれ交渉で誰にしようかな。最下幸福行きましょう。まあ当然ですね。10分もかからなかった。順調です。トップはもちろん最下はドイチが取りました。2位が勝頼、秀吉は3位となります。さあどうしよう。カジキ城ってどうなん、ちょっと強いな。泉城、まあ帰るか。
北畠が、岩殿城攻略。岩殿城ってどこだ？岩殿城はあそこか。今の山梨県、まきびしとか持ってるからその辺だろうな。佐渡金でも渡そう。で秋国虎がちょっと調子悪い、薬を渡します。平手も相変わらず調子が悪い。ダメか。はい、ということで以上。たくさん補修とかいろいろしてきたな。失敗は4人です。会を開きましょう。いや、飯を食いたいが、何これ、あれ3月30日だからもしかして飯食えない、ギリギリだと。ちょっとまず金庫は大丈夫。ちょっと勢力図見ていこう。ちょっと勢力伸びすぎるからな。次は泉城あたりを攻めるかな。内城がでかい。ここが本拠地なんだろうな。泉城が攻めやすい。泉城とあとなんだ、日の江城っていうのもある。お、これなんだ、毛利家が平戸城を落とした。そうか、そう支配させてもいいよな。と三村がご覧の通り、岩殿城は取ってんだけど、あ、岩殿城はここから小室城から上がってきたのか。直轄地だ。直轄地、あれなんで岩殿城直轄地なんだ。あ、北畠がそうか、攻めて直轄地になったんだ。でも少ないよな、5000人しかいないし、こっち3600人だから。六角のこの兵士数の多さはちょっとやばい。てか秀吉がもっとやばいんだけど。ああ、でも砥石城攻められる恐れあるのか。それから土地王城、これが赤松、これどこだ、本庄城で上杉か。上杉は3つだからな。結構北条が北へ攻めて白石城まで取ってるもんな。だから伊達も北へ行くしかない。南部家との争いになる。安藤、これが神保、
竹山森、ここも取ってるしな、織田だろうな、なんか地味に取ってんだよな。そういった徳川を2つは取ってるけどね。まあでかいしな、強いからな、そんな簡単に取りに行けんよな。誰？あんまり喜んでもらえなかった。他は誰かいるんかな。あとここ戦場になってますね。あ、姉小路が攻めてんだ、泉城を。あとこいつ誰だ。あと山くぐりを里っていうのがある。こいつ誰だ、笹部さん。平戸城は毛利が取った。内城に行きたい気もするが、ここを佐賀大友が取ってんだ。じゃあこっちに攻めてもいいけどな。もうあのこの調子でもし取るんだったらもう全滅させてもいいよな。まあちょっとあの府内へ遊びに行くか。うわっ、ミクルンルン、嘘だろ。あ、東堂高虎だ。おお、東堂高虎プレイ可能になりました。民家行こう。あ、彼じゃないですか。カリンコジっていう人ですね。謎の多い幻術師。でもこの人なってくれないだろうな、兵士には。勧誘は OK かな。技術指示はダメ。ダメですね。それはダメだ。用心棒は高くても強い人しかない。お、福島正則がいるじゃないですか。知ってる。賭博なんかするつもりはない。ナンバーデラがある。3000。アルメーダ、そういえばなんか平戸へ行くとなんか権利がもらえ、貿易の権利がもらえるとか言ってたけどな。病気の人はいない、大丈夫そうですね。さあ、でまたたくさん、あ、失敗した人は今回はいない。金も稼いでくれたしラッキーですね。じゃあまあ4000引き出しましょう。で再度茶会。あ、そうだ、忘れてた。ネネに回復してもらわないと。
これですよ、月一の、料理。胃袋をつかまされてます。さあ、澤田正幸が待ってくれました。まず王人事から行ってみましょう。3人か、まあ3人とも昇格で OK でしょう。で、あとはなんで京草、なんで、あ、間違えた、で、輸送か。で、岩戸の城はダメだ。だからまずは城主任命で、この六角を直轄地に一度戻して、赤松ちょっと病気になってる。あれかな、船井城は赤松の家老なんだ。で、羽柴秀吉に直轄地に戻します。で、で、これだけで決定して、で、これで輸送をします。60万も持ってんのか。兵士1万人あればいけるでしょう。兵糧を 7万、軍資金10万。ね、軍馬鉄砲も相当持ってんだ。で、鉄砲は3000丁ですね。で、さらに岩戸の、あと、これが5000か、ちょっとやばいということで、兵士5000、軍資金も7-8万ぐらいやるかな。で、兵糧が1万しかない。兵糧が3万かな。で、まあ軍馬とあれはそのままでいきましょう。今どうかな、4万6000人か。ここらが8000、7000、5000、5000はちょっと不安だな。9000、5000、5000、攻められるからな。これ以上が1万2000、5000、5000、1万か。まあでもこっからじゃないよな。姫路城から船井城へ、兵士全部、兵糧と軍資金はまあいいや。ここで
まあ、岩城城は15,000ある。7,000、飯山城は7,000、栃尾城もう結構行っていいんじゃないかな。でもやっぱりここですね。兵士4,000人を使って軍資金50,000、兵糧も50,000かな、40,000かな。で、あとはまあこのままでいいや。あとはあるとしたら、ここはまあ12,000持ってんなら大丈夫だろう。こんな感じかな。で、再度人事で城主任命で、岩殿城にさっきの誰だっけ、北畠かな。いや北畠じゃなくて、ちょっと待った、府内の家老、家老の中から任命すりゃいいわけや。六角ちょっとあれだけど、六角をまた任命しましょう。六角なかなかいいと思うんで、六角を使おう。こんな感じかな。ちょっと待ってよ、直轄領、これ北畑だけど少ない、多いとこは削っていこう。最前線じゃなくて多いとこは削るんだけど、12,000か、微妙だな。小山城はでもまだいいかな。国平、これを削りたいと言いつつ軍資金が足りない。兵士は減らして、官職に推薦できんだ。池田さんじゃなくって、じゃなくってって、かわいそう。浮田は死ぬんで、じゃなくって、信勝とかもありやけどな。神戸信盛作、え、めちゃくちゃ嬉しそう。めちゃくちゃ嬉しそう。お、有楽祭が、いや、表情間に戻ります。いや、輸送どこだ、輸送ここから作らんじゃない、木曽福島城からどこ行こう、ここかな、栃尾城かな。いや、福島城から帯城へ行こう。
1万5000人だけど、こんな感じで、で、兵糧も少ないんだけど、兵糧はここはやめとこう。こっちからかな、どうするかな。お、軍資金、兵糧はそのままで、でも軍資金は7万ぐらいやってもいい。兵糧はあっても2万ぐらいかな。大阪城はまあまあ持ってんだけど、芥川城だな。兵糧は4万、軍資金は6万、これでいいや。で、再度人事で、城主任命戻す。奥平だったよな。でもちょっと待ってよ、美濃和城に指名しよう。あ、美濃和城ちょっと食料が足りない、兵糧が足りないな。兵糧みんな足りないんだけどな。こことかもすごい足りないな。鳴海城とかもひどい状況だ。ここで金ヶ崎城で箕輪城に軍資金はまあ2万でも兵糧はちょっと怖いんで4万ぐらい、兵士も1000人ぐらい行きましょう。でこれで箕輪城のあれは終わったんで、その城主としてさっきの奥山さんを任命します。こっちじゃない、箕輪城はこっち。まあ真田昌幸任命してもいいけど手元に置いときたいからな。ということで奥山さんに、あ、奥平さんかを任命と言いたいとこだが、丹羽長秀に変更します。ダメだ、丹羽長秀は持ってんだ。え、丹羽長秀が国主、あ、複数持つことができるんだ国を。ちなみに宮村、あ、複数持つことできんだ。あ、これで OK。派遣、あれなんで派遣できないんだ。岩殿城に派遣、官兵衛かは派遣しない。誰だこれ、結構強い、武力では役立ってくれるだろう。侍大将から、誰だっけ、あとは足軽大将、なんか弱そう。ではここからは
一旦セーブした上で指名伝達ですね。上手指示だ、そうだ、上手指示をしないといけない。まずは清正って今どこの城だっけ、佐伯城か。軍備状況をしとこう。毛利元就は地方攻略とか言ってるけど、もうお前はいい。あ、でもこれ攻略しないとダメなのか。だから攻略しないとダメなんだよな。まあ。うん、まあこれはいいや。家康は北条家攻略のはず。浮田は、浮田はどこだ、岩屋城ってどこ。さてと、内政だったよな。自動振り分けで内政優先。ただ鎌地さんは修行って言ってるけど、弁舌だろうな。みんな弁舌だな。赤池さんは、あ、まあ弁舌でもいいやろ。でもまあ足軽にしましょう。あ、雑賀さんだ。雑賀さんは、雑賀さんって94だよな。だからでも雑賀さんさすがに今回はね、任せたい。島左近ちょっと今回は島左近を使いましょう。もうなかなか悪くはないんだけどな。弁舌だろうな。あ、弁舌やった。だからじゃあもう軍資金調達。土井さんは、ああ、算術。花房さんが算術。古田純善が、あ、開墾か。算術かな。で、堀尾さんが、堀尾さん、算術と弁術は両方ある。忍術もある。ってことは、忍術作戦か。やってもらいましょう。内城の破壊。
何だったっけ、三術弁舌をな、大砲購入だ。いや武力よりか軍学、弁舌、開墾、算術、いや開墾だな。村井さんは鉄砲購入、牛さんは算術、どうするかな。建築？建築ってできるんだっけ？武芸。大谷義嗣が。弁舌が低いな。そう考えるとちょっと使い道が難しい。やっぱり弁舌上げてもらわないとね。そう、黙して語らずタイプなのかな、大谷義嗣って。武力タイプだな、鉄砲。なんか算術、シスカも弁舌で、あ、両方満たしてる。軍資金調達、お兄さんがいや軍事やけどな、武芸かな。大砲購入、龍造寺、まだこれ礼砲、あ、両方満たしてるや。じゃあ軍資源調達、開墾かな。お、これも両方満たしている。鉱山、炎上寺、難しいな。武芸、この辺はまだまだだからな。でも攻略としてはいいかも。前田利長も、弁舌、前兵庫が難しいな、武力だもんな。前兵庫、悩むな。に意外と忍術、
てとこかな。あとは誰が押すか、島左近と鎌地が55、奥平慎君か。元親と香川の香川は岩礁寺あたりもいいけど、東堂かな。か鹿之助はちょっと落ちる。村上が66、三成は104しかないな。キラーなんかいいじゃないですか。戦士が早いけど、キラーをちょっと使おう。つまりこれで4人ということですね。で合戦か。ここは攻めてるんで。どうしよう、カジキ城を攻めるっていうのもありやけど、まずは佐賀城に行きますか。佐賀城結構でかいな、はあ、最大いいと思う。あ、全然ダメだ。あの相手は弱い。援軍いらんよ、まあ、とか言いつつ援軍要請するけど、お課長3000、嘘、なんで3000なんだ。攻められてる、ひょっとして羽小路岩屋城からちょっと参戦してもらいましょう。え、ダメ？嘘。一旦セーブ。じゃあ行きましょう。スタート。結構でかい城でしたね。現地に行ったことありますけど、まあ平城で、あ、この頃佐賀城って山手にあったんだっけ。全然違う位置にあったかも。なんか今の佐賀城の位置と違ったような気がするな。もし平城、自分の行った佐賀城は結構平城で堀を巡らしてましたね。面積の広い城でした。佐賀駅からずっと南へ行くことで道があって、そこがメインストリートになってて、繁華
あんまり栄えてない繁華街があって、さらに南に行くと城がっていうとこでしたね。正直大きな買い物って車ロードサイド店ですね。車の駅とかそういうとこじゃなくて、郊外の道沿いに上がれ、土地王城かっていう印象で、ちょっとやっぱり地元の人じゃないと敷居が高い場所だったな、佐賀は。佐賀市内はってことですね。そんな印象でした。じゃあ三段打ちやりましょう。いつもの通りの。ガン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 。ちょっと軍に援軍、もう一回援軍要請再度出せない、厳しい。なんかもうもしかして作戦をもう練ってるのかもしれないよな。火攻めだ。かなり減るんじゃないの。あ、直前ですね。行け。オッケー。大手門落城。もうこれ普通に。縄文爆破で行きましょう。あと雨のため爆破できないんだ。じゃあ強襲。順調に減っていきますね。二倍隊を全滅。もうちょっとだった。まだですね、まだ。
OK。 三番隊も壊滅。あ、大友宗麟退却です。ということで佐賀城の占領に成功しました。トップは真田ですね。2位が秀吉、3位が長宗我部と。でもこれで終わりません、もちろん。あ、なんか捕らえたんだ。あー、こういうこともあるんだな。みんな下がっていくと思った。もちろん投与を試みます。普通解き放つ。もちろん投与を試みる。一人だけ味方にはなってくれました。まだまだ行きます。次は大村城かな。大村城行きましょう。士気もすごい上がってます。で、ここまではいつも通りで、一応セーブ。1ヶ月ぐらいしか経ってないんですよね。一応援軍要請はしとくか。こっちかな。信勝、ダメか。なんでだろう。納得いかん。
ほう。鎧や。なんだ鎧やって。なんだろう。まあいいや。なんだ千何秒単。わあ千何秒単だな。終わったかな。この重幸が無念。あ、早い。和議の使者が来た。もはや相手は誰？薄木。速い速うん、幸福ですね。幸福だったら OK。はい、自宅。お、島左近がトップです。次は長宗我部ですね。で3位が秀吉。あ、大友家これで滅亡ですね。まあほとんどもう そしてかす日の江城がラスト。今回のターンの
うん、まあ勝てるでしょう。まずは備え配置、委任は非常市街全部で、援軍を要請。これ誰だ、これ麻生家だ。3000人しかいないのはちょっとな。なんで佐伯城しか残ってないんだと言いつつ隣り合ってないからなんだろうな。まあ黒田さんに要請しましょう。直轄領はそうか無理なんだ。いきなり火攻め、まあまあ減った。島漬けだよな。だいぶでも島漬けも減らしたんじゃないかな。仮に援軍が来たとしても攻め取れ、多分勝てないと思う。勝てないどころか下がっていくと思う。うん、行こう。あんまり軍いないな。三段打ち。攻め大好き。また火攻め。外の方に援軍お願いします。承諾したか、間に合うかな。実は馬を走らせて無駄な工程を走らせるという作戦なんだよな。えぐいな、参勤交代並みえぐい。参勤交代並みえぐいよな。これがまあ今回最後だからな、このターンは。三段打ち。
いや、今5つしかないんだよな。ならば千成廟丹。だよな、だろうな。だがもうやりますよ、野戦は関係なく。ひずめだ。どうだ？あれ？全然減らない。さあどうだ？助かった。まだか。まだっぽい。一応強襲かな。やばい、ゾウはいらん。あ、ダメだ、完全に無理だ。あ、うわー、誰だっけ、わーって言いつつ誰だっけやもんな。ちょっとこれあえて雨や雪じゃダメなんだな。力攻めやってみよう。これでギブアップしてくれないかな、あえて。無理か。これ来るな。野戦です。結構兵士が残ってる。ちょっとこの辺をおとりに使います。三段打ちじゃない。早い、かく乱？かく乱ってそういうことか。釣りのうせってなんだ。あ、そういうことか。剣手。組打ち鉄砲。待機かな、まだ。
や、あのまだ行かない方がいい。ここで組打ち鉄砲だ。ここは百発百中かな。いや、いいんじゃないの。三段打ち、軍団長ここにいるんじゃん。しかも本当すごい。ん？これだけだろうな。間違えた。ほい、来ましたね。小鳥が来ました。ここも騎馬突駅。これを騎馬突駅で。三段落ち。
とは騎馬戸津駅少ないよ。いやーすごいな、勇気あるな。いいですね。あ、これが残っていた。これはやれるんじゃないか。左近とどめだ。あ、普通の。勝ちましたね。行きましょう。また備え配置をやり直し。で、委任はこれで。まあ、風林火山で、さあ、そして仙台ヨタ。もうちょっとだ。オッケー、本丸へ。遅いとは言えないね。まあこれで多分相手ギブアップしてくる可能性あるね。嫌だったら、まあでも軍旗痛そう。まずはうん、
軍団長を壊滅したということは、トップは島左近、真田昌幸が2位で秀吉が3位、まあ仕方ないですね。あとまあここしかないけどな、別に攻める必要ないよな。あれ攻めきれてない、ひょっとして。じゃあ泉城最後行きますか。地上に戻ってきたが、一応援軍ちょっと数が少ない。いや、さすがに何度もってやけいかないんで、お願いしましょう。OK、今回は承諾。いや違う、備え配置、委任は秀吉以外全部。じゃあやりますか。風林火山。何これ、モチベ下げただけか。まだ雨が降ったまんまだから攻めきれない。あ、早い。和議の使者がもう到着した。誰だ、伊集院忠宗。
うん、もちろん受諾です。トップは秀吉か、長宗我部2位。さあどうする。戻ろう。そう、ここで宗家が滅亡。朝倉さんだ。人吉城主だったんだ。贈り物。これかな。あんまり喜んでもらえなかった。武剣薄木。ダメか。旗の勝率が低い。川上？九州は本当に広いな。うん。お、破壊、防御力10減少。治安工場も結構すごいな。軍資金調達が多いや、すごい。まあ失敗してるケースもあるけど。もう最後なんで、もちろん なんて徳川が、はいはいはい、そういうことか。まあ私立でも徳川がここ取りましたからね。あの相手は武田ですけど、あ、武田が終わった後に北条らと取り合ってあの取ることができたんだ。確かあれって明智じゃない、
本能寺の変のどさくさに紛れてだったっけな。まあ援軍は出さないよ。まず王神寺、あ結構すごいな、太田牛一も含めて。全員昇格です。城主か、あと2つなんだよな。9000人、こっち5000人か。帯城を稲葉一徹に収めさせましょうかと思ったらいいでしょう。で、あとは悪くはないけどな。1万3000はすごい内装の。ここは結構あれなのか。でもとりあえず磯野さん収めてるけど、一旦直轄地に変更して、大友総理いるじゃん。あ、大友強いなこれ。誰？分からん。この人。次、あ、福野どめさん。三好為三かな。まあいいや。で武将クラスかな。西園寺まだいいんだ。同説もいいけどな。臼杵さんにまだいいんだ。あれまだいける。ああもしかしたら2つ城があって、その2つの城にっていう意味なのかもしれない。そう、どこだ、小山城へ。1万3000人ってちょっと多すぎるような気はする。兵糧も7万。こんな感じでいいよな。ちょっと待ってよ。
これは松倉城？いや松倉城じゃなくて、こちら小山城だ。1万2000人もいらんよな。もう一つ言うと、兵士は全員で、松倉城はそんなにあれか。鉄砲を全部鉄砲だっけ、まあでもこの程度の鉄砲だったらそんなにこだわらなくていいか。で人事で城主任命、再度城主任命、小山城へ。当節101あるもんな。砥石城が相良をで、それぞれ与力を派遣。そろそろ香川の香川を派遣させるか。上条さん？いや、まだ若いからそんな必要はないな。この人派遣させよう。で、そして高東城ってどこだ？小早川さんだ。若い人多いな、ほんと。
ちょっとこれね、じゃあ行きますか。まず表情して、指名伝達、今回は軍備、鉱山開発だな。どこにしよう。この辺ほぼ開発されちゃってるよな。砥石場。あと浦部か。弁舌。道説。同説、お前戦ってもらうから、あと代打大友総理も戦ってもらいます。磯野、誰だ磯野って。やや部だけど、ね、鈴木大夫も訓練って言ってるけど、あ、訓練か修行じゃなくて。今2人だよな。長宗我部を増築？いや、今上野城を別に増築する必要ないんじゃないの？さっさがちょっとやばい。あ、これは無資金調達だ。この人ちょっとバトルしてもらおう。足軽だろうな。東道得意内藤ジョアン。ちょっと戦ってもらいます。
しがる。え、これでなしが1、2、将軍とといで、満たされたな。これはもうあれですよ、大砲購入です。忍術、なるほど、武芸かな。もしミクルル2、あ、いいんじゃないでしょうか。でもこれは治安向上してもらおう。ここ、すごいな、武の力。訓練だな。あ、資金調達。村井さん、算術だな。龍造寺。開墾。いや、無だけど。
ップの方ですね、完全に。うん、オッケー。一旦セーブして、これで滅ぼしに行きます。あと2つです。ああ、なるほど。モリが取りに行ったんだ。なるほどね。モリが取ったんだな。まあ当然のごとく最後ですよ。行きましょう。合戦です。内城を攻めます。18,000。九州九州攻略はこれが総仕上げですね。内城、まず内城へ向かいます。もちろん援軍毛利、オッケーです。さあ、内城へ到着しました。さあ、大友宗麟もいます。だいぶメンバー変わりましたね。でさらに援軍へ要請、今度は中の方です。帯城へ稲葉一徹に依頼をするっていうことになります。さあ、これで攻略開始です。相手は17,500人、しかも結構強いからな。一気に溶けていくや。もうやるしかないです。しかし、風林火山でいきます。完全な城攻めになると思うんで、モグラ攻め、まあまあ減った。
1万人来るかもしれないですね。仙台病院へ三段打ち。2万1000人になった。稲葉一徹到着で三段打ちかな。いや待ってよ、百発百中だ。今4か。もう一回100発100中を打つ。どんどん溶けていきます。さあ来た、毛利元就が。これは強いな、元内の援軍は。3万3000人の大戦力、これで倍以上になりました。すごい、恐ろしい。まあでもあんまり減らないな。あ、100万死んだ。次が怖いです。100万死んは
弓を放つ。ビームが飛んでくる。すごいな数。まあ大将を倒せば勝ちですからね。さあまた100発100中を撃ちます。もうちょっとだ。これでやったか。やりました。何これ、あ、ひずめだ。なんだこれ。うわ、三好超逸がわーどんどんなくなっていきます。その分減幅するんですが、モグラゼミ来た。もうすぐ1万切りそうですね。使い忘れた。用心棒を最初に雇ってたんですね。そういや。補充？なんで？隠してたんか兵を。まあ当然それは。あ、ダメだ。風林火山なんだ。潰すだけですって言おうとしたけど。無理ですね。さあそんなこと言ってる間に三の丸がだんだんと。耐久力が減っていってます。
でここで風林火山か。やばいな。これで破壊です。で、じゃあ百発百中か。これ1万人切りましたね、ついに。補充があっても1万切る。100万石に来た。またね、会えてる。またモグラ攻めだ。一気に減った。さらに攻撃。あー、はいはいはい、攻めやがったか。捕らえたら取り返すだけだけどな。九州からもう帰るからな。じゃあ百発百中だ。もうちょっと。
あ、やばい。あ、ニューマロか。あ、岩戸王城撤退？ん？あ、勝ったのか。内城か、和議ですね。え、嫌です。大安です。無理に決まってるだろう。話にならんなということですね。話にならません。もう二の丸があとわずかなの。あ、本丸にもう入ってんのにまだそういう態度なのか。もう潰すしかないじゃないの。やるしかない。千成廟丹か。だいぶ減ってんな、普通の攻撃なのに。半分になったよ。でも正直これで終わらせない。あんな態度取ったからな。まだ隠してたのか、この兵欲を。まあでもそういう場合はこうだ。怒った。あれ、あんまり減らない。常務枠派また1万超えてるんだ。減らした方が良かったな。まとはいえだいぶ本丸の耐久量も減ってきましたからね。どうなる？諦めないか。耐久力4か。一発100中だな。じゃあ、え、添え木とかできるんだっけ。いけいけ。だいぶ減ったな。これでやったか？いや、まだだ。もうちょっとだ。次のターンかな。千成廟丹で、
これで決まりました。わずかにトップか。13にも捉えた。あ、ヨシヒロも含めて捉えてんだ。まあ、ヨシヒロは最後に しましょう。まず五代。まあ、当然東洋ですよね。東洋です。Y 幻覚？うん、間違えた。松浦説得。三、あれ過労だったんだ島津義弘って。あ、吉井さんが上司か。あ、西軍に属しちゃったんだ吉弘って。もちろん東洋。オッケーです。いや、これで終わりじゃないでしょう。当然最後の梶木城が残っております。行きましょう。ラストです。
5000人か。まず備え配置、一条たか戦いがでかかったですね。援軍です。まずは じゃあスタートでしょうね。ないんか。じゃあ、2ターン後にまたやろう。モグラ攻めだ。ガン。よし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 、一気に攻めます。でさらにまた100発100中。鍋芝ありたな、まあ、鍋芝攻めとこうか。まあ千なり秒単だろうな。
鉄砲の技能を極めました。鉄砲の達連射になった。大手門関なく また千なり秒短。どうだ？まあまあしか減らない。さよなら。まだ援軍来ないのか。あ、減った。オッケー、二の丸。さあ、いよいよ義久を残すのみとなりました。ホテルは黒川城。黒川城ってどこだ？じゃあ百発百中の方をやらないといけない。どうだ？諦めない。そりゃそうだろうな。
モグラ攻めだ。まだ諦めないか。まだこちらも百発百中が1回だけ残ってる。これで終わりか。終わりです。カジキ城の また捕らえたか。まずこの人はまあ何でも全部盗用。高圧的、OK。で、鍋島さん。OK。最後は吉久です。でも投与します。OK です。帰りましょう。朝倉は結構なくなるな。まあどうしてもしゃあないけどな。卵勝久。13の8マイナス2だから19人を投与したことになります。
ポーすごい買ってんな。失敗は5人、龍造寺あたりも失敗か。これ資金はまあ調達できた人もいるな。もちろん OK、 全部回復、そして茶会。表情の間、え、これどうなってんだろう、今の勢力図は。ここが阿蘇家で、ここが毛利家で、一色か。で、織田神保、上杉、箕輪城、海津が徳川、まだ取り切ってない。下山城あたりも攻めたいよな。あ、でも次ここだろうな、攻めるとしたら。岩長秀、六角、これで西側はこれは全部取ってるんで、あともう関東、伊東ってことですよね。まずはこの下位の2つを取ってから、二田山取って小田原攻めっていう感じか。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開ですと言いつつもう終了ですね。ということで次回はまあ本拠地をどうすんだろう、大阪に戻すんだろうかな。本拠地どこがいいんだろう。名古屋城とかもある。あ、名古屋城そんなでかくないんだ。清洲城とか高天神引き馬あたりもいいかもしれないね。小諸が小、砥石が中、箕輪が中、岩殿も岩殿あたりかな。高遠かもしれない。ここから岩殿かな、六角、いや小早川持ってるしな、砥石とかでもいいとは思うけど、砥石がいいのかな。鉄砲もたくさんあるし、ここからまあこっちの方も関東平野も行くことできるしな。でもまずは ここの2つ取って、それから韮山城あたりを攻めるような流れになるかと思います。小田原城のど元にもう攻めてるからな。まあ、小田原城の破壊工作をしながらでも、標的を北条に変えつつ、朝廷工作でも朝廷工作を行ってもいいかな。まだまだ朝廷の信頼度って高くないですし、悪名もあるんで、この辺も改善しないといけないんですよね。朝廷貢献度1だからな、130とかだから、なので朝廷工作を次回はやって、であとまあ部下に任せつつっていう感じで、で攻められたらそれの援護に行くっていうことになるのかなとは思います。なので次回は内政を中心とするような感じで、関白へ向けてちょっと足がかりを作っていくことになるかと思います。ということで、今回ついに九州を統一に成功いたしました。次回はこれで東に目を向けることができる一方、朝廷工作も進めることができる、天下へと近づいたということになります。ここまで見ていただいてありがとうございました。Twitch で配信を行いました。 Twitch アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 そして、YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube チャンネル、2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitch のアーカイブ、配信のアーカイブを YouTube にアップロードいたします。2日後、15日21時頃に、配信予定しております。プレミア公開です。
ぜひそちらもご覧ください。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ということで太閤立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。